はい、村田です。今回はですね、大島さよしさんのトライアングルを解説したいなと思います。まあ、今回ね、解説するのはたった4小節なんですけど、この4小節に大島さよしさんの手癖がいっぱい詰まっていて、つまりこの4小節さえうまく弾くことができれば、大島さよしさんの楽曲のほとんどが、まあ、簡単に弾きやすくなるんじゃないかなと思ってご紹介させていただこうかなと思っております。まあ、このトライアングルっていう曲は大島さよしさんのね、曲の中でも1位2位を争うぐらいの難易度だと僕は思っているので、まあ相当練習しないとね、弾けないんじゃないかなと思います。まあ練習しがいがありますよね。なので練習して弾けた時の達成感が半端ないと思いますので、まあぜひね、大島さよしさんの曲が聴いてみたいと思う方はね、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではね、トライアングルの解説をしていくのですが、まず1カポにしてください。で、カポをした状態でのこれはタブフになります。なので最初の7577はここですね。まあ、実際は8688を押さえてるっていう感じですね。はい、これまあ Fm7th9thっていうことですね。はい、で、大島さよしさんの手癖っていうのは2拍目4拍目に、現れます。なので、まあ、少しずつね、解説していきます。まず、Fm7th ですね。これ、5弦から2弦を、親指、人差し指、中指、薬指を使って、つまんで弾きましょう。で、その後、6弦開放弦、親指で弾きます。で、中指、人差し指、中指、薬指で、サイドを弾きます。たーたたっていうリズムですね。1拍目は、たーたた。はい。で、次ですね。これが大島さよしさんのやっぱり特徴ですね。まず、2拍目の頭で打撃音。まあ、弦がフレットに当たる音ですね。これを鳴らすんですね。で、これを鳴らしたと同時に、次に弾く弦の下に指を潜らせます。これ、今回はこの場合は人差し指ですね。人差し指が4弦に潜っている状態にします。叩いたと同時に、こういう状態。で、こうすることによって、いつでもね、4弦が弾けます。で、この時ね、まだ親指は上に待機です。で、この状態で、中指を6弦の7フレットに切り替えて弾いてあげます。タッタッタッタンですね。そう、この2拍目、このツタタンというリズムが大島さよしさんの弾き語りの、まあ、手癖になります。ツタタン。右手で打撃音。この時に、まあ、親指で、まあ、6弦叩くんですけど、その時に人差し指は、次に弾く弦の下に潜らせて、打撃音鳴らして、で、人差し指で弾いて、で、6弦鳴らす。こういう感じになります。次、3拍目なんですけど、これは B フラット7スサーティンスですね。6弦は中指で押さえます。2弦、3弦、4弦は人差し指で、3弦は薬指で、2弦は、小指で押さえる。こんな感じですね。で、これ、ジャッツチャ。これ、左手で休符を作りましょう。左手で一瞬浮かせて音を切ります。で、4拍目。またね、大島さよしさんの手癖ですね。ツタタン。けど、今回はですね、まず、まあ、打撃音を鳴らすんですけど、これ、4弦の後に5弦弾かないといけないので、この叩いた時に、親指が、5弦の上に乗っかっているような状態、そして人差し指が4弦の下に潜っているような状態を作ります。で、人差し指、左手の人差し指で、5弦の4フレットを押さえてピッキングしてプリング、こうですね。スタタラっていう風になります。まあ、この一小節目をつなげるとこんな感じですね。はい、やっぱりね、2拍目と4拍目に大島さよしさんの手癖っていうものが現れているのが分かりますでしょうか。ツタタン、ツタタタですね。で、これも、2小節目、3小節目に入っても全く同じような手癖があります。はい。では次2小節目いきますね。はい。これは E フラットメジャー7スナインスっていうコードですね。中指、人差し指、小指、薬指という順で押さえます。こうですね。非常に綺麗なサウンドです。はい、つまんで弾いて、で4
弦親指で鳴らす、ダンダンで、またダタンでいきましたね。はい、親指でパチンって6弦叩きます。で、その時に人差し指は4弦の下に潜らせて、で、5フレット押さえてプリング、こうですね。ダンダンダタラン、はい。で、次、A フラットセブンス、タタタ、これさっきと、同じような感じですね。中指で6弦、人差し指で2弦、3弦、4弦で、薬指で3弦押さえる、うん、タタタ。で、次また4拍目なんで、ツタダラ、はい、打撃音鳴らして、でこの時次に、まあ、4弦と5弦弾くので、親指は5弦の上で待機、人差し指は4弦の下に潜らせる。で、開放弦4弦で弾きます。で2フレット押さえて親指でピッキングしてプリング、つたたら、こんな感じですね。つなげるとこんな感じです。はい、まあさっきと全く同じような感じですよね。はい、ではそのまま3小節目いきますね。3小節目、はい、またこれメジャーセブンスナインスの形ですね。中指、人差し指、小指、薬指という順で押さえます。で、タンタタ、まあ、まずつまんで弾いて、で、親指、中指、まあ、親指、薬指でも、まあ、これはどちらでも僕は個人的にいいかなと思います。まあ、やりやすい方で。で、タンタタって弾いて、また手癖のツタタタ。今度はまた6弦を、鳴らすので、6弦をパチンと親指で叩きます。で、その際に人差し指4弦の下に潜らせて、開放弦鳴らして3フレットピッキングしてプリング、はい。で、またセブンスコードですね。 G7、 はい、中指6弦で、人差し指で2弦、3弦、4弦で、薬指で3弦押さえて、はい、まずつまんで弾いて親指で薬指って感じですね。タンタタ、で、またツタタン、はい、打撃音で、次ここ6弦弾くので、またピッキングでコード鳴らす、タンツタツタン、叩いて6弦鳴らして、でコード鳴らす、はい、こんな感じです。4小節目ですね。最初に打撃音が入ります。この打撃音はですね、次 B フラットオン C っていうコードを弾くので、まず親指が5弦の上に乗せて、人差し指、中指、薬指は4弦、3弦、2弦の下に潜らせるようにして鳴らします。で、5弦を弾いて2弦、3弦、4弦を鳴らす、ツッタッ、ツッタッ。で、その後に16分休符があるので、左手で軽く浮かせて休符。で、また2拍目で叩いて、全体を叩いて、で、コードを鳴らす。じゃっ、じゃっ、で、休符、左手で浮かせて、で、親指で鳴らす。じゃっ、じゃっ、ここちょっとね、さっきまでとは少しパターンが違うんですけど、まあ、そんなに難しくないかなと思います。叩く、親指、コードで休符で、2拍目また叩く、コード休符、親指、ツチャツチャツ、で最後薬指を2弦、3弦、4弦の4フレットですね。これは C というコードですね。はい、で次、はい、ここですね。
まあ、主にこれネイルアタックって呼んだりするんですけど、まあ、中指薬指あたりで1弦2弦3弦を、まあ、爪でパーンって弾きながら、まあ、親指でチャカッという打撃音を鳴らして、で次5弦を弾くので5弦の上に親指が乗っかるようにします。で乗っかった状態で最後5弦を弾いてあげる、こんな感じですね。まあ、ここちょっとね慣れが必要かなと思います。はい、まあこれをまあひたすら繰り返して練習していただければ、かなりね、楽しいと思います。では一度ねゆっくり弾いてみたいと思います。はい、こんな感じです。めちゃくちゃかっこよくないですか。もうこれはね練習しがいがあるし、もう弾いててすごい楽しいので、皆さんね頑張りましょうか。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね大島正義さんのトライアングルの解説をさせていただいたのですが、まあこのたった4小節なんですけど、この4小節をループさせているだけでかなりねジャジーでおしゃれですよね。もうこれはねもうぜひね弾いていただけたらなと思います。なので皆さん頑張って練習しましょう。はい、ではねもし今回の動画が良かったなと思えた方はグッドボタンやチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。